をなさいましたね。しましょう。まあ、ゆったりめな。まあ、A と別リコードの方がいい。はい、なるほど。こういうすぎて。
おおあ、やったーやったーやったー、ギタリストだー、やったー、はい、さあどうぞ。まだかつてこんなに称賛されたことがあったら待ってましたよ。じゃあ始めようか。えこれから始めようかね、これからね。あ、ちょっと待ってたんだ、このまんまちょっとずっと待ってたんだ。伸ばして伸ばして。じゃあ秋島さんメインプレベルこんなベースさ、この音さ、はい、秋島さんにメインの方やってもらっていいですか。あ、なるほどなるほど。ちょっと順番というか、はい。で、上田さんは一旦上田さんと阿久さん一旦お休み、はい、皆さんお休みしてもらって、うん、秋友さん入ってもらって、平田さんはじゃあ早速ね、早速ですか、はい、あ、じゃあ来年先やる。はい、平田さん見て、これギターが弾けない男が作ったギターと思って、ギターが弾けないギタリストシグネチャーモデル。いや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 、それすごいですよね。あ、すいません、ここです。おー、来た、ゆうくん待ってました。こういう感じなんだ、来たな、スーパードラマ。いやいや、そんなことない。全然です。でもあれですよね、あの自分の持ってるものってかなりね、あの若いやつですから。でもね、発音ないの。たくさんがそれを弾くと発音ない。なるほど。あれ、今日飲めない日相性が。これから。今や。え、どうぞ。低いのしかね、だんだん弾けなくなってきますね。チューナー搭載や。あれ、あ、ベースもう一人入ろうか。意外と使えるかもしれない。フォローボディにしてるわけじゃない。この流れでね。軽いですね。はい。スティングレイみたいな、スティングレイじゃないの、なんだっけ、サインバーガーみたいなもんだ。ああ。知らない人ばっかりだね。軽いと。大丈夫です。すげえ、魚めっちゃいる。これで、おお、かっけー。はい、注目。今来たギターの方が平田さんです。よろしくお願いします。お願いします。平田さんは知ってるよね、みんな。あきともさんとか知ってるよね。あの、あちらの方が愛さんという見学の方でいらしてます。で、その隣のベースの方が太田さん。あのね、フリーセッションワークショップの頃から来ていただいた方になります。で、今来ていただいたドラマーのゆうくんです。入り口にいる黒い方が、ゴスペルチョップスが得意な、ゴスペルチョップスね、スーパードラマーが好きなだけ、スーパードラマーが来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。準備の方はいかがでしょうか。はい、上田さん、お手伝いを。Thank you.